戸田村は、かつて、静岡県田形郡にあった村。2005年4月1日に、沼津市に編入合併し、戸田村は廃止された。ヘダ号の江津ヘダ号は、戸田村に感謝し命名された、日露合同で造船された西洋式帆船の船名。1854年12月23日の安政東海地震によって、伊豆半島は津波の被害にあった。この時、 ロシアの海軍中将であるエフィムプチャーチンは日本との国交樹立交渉のためフリゲートディアナ号にて来日し下田に停泊していた津波によりディアナ号は直撃を何度も受け半日もの間激しく湾内を旋回した後沈没は免れたが大破したディアナ号は破損した船体を修復すべく幕府の許しを得て戸田村へ向かったが 高校中に強風と大波に、愛1855年1月15日に、田子の浦沖で座礁し、1855年1月19日に沈没する。幸いに、プチャーチンと乗組員は、大地震の被災者でもある地元の人々の協力により、救助され、宮島村に上陸する。プチャーチン施設団の応接係であった、川地敏明も、直ちに救難対策を講じた。 この時、ロシア人一行は、自身の置かれた状況も顧みず、献身的に救助してくれた地元の人々に対し、大いに感謝したと伝わっている。日露和親条約締結後、プチャーチンは、帰国ための船の建造を幕府に願い出る。その申し出は許可され、戸田村、牛家道にて、小舟の建造が始まる。日本人は、官民合同で300人と、ロシア人500人の、 計800人に上り日本史上初ともいえる日日露合同の造船が行われた日本人とロシア人の言葉の壁や西洋式の小舟であるための資材の調達や専門技術者の不在など数々の問題はあったが日露双方が一丸になって取り組み着工から3ヶ月という短期間で日本のマストを備えた小さな小舟が巡航する。プチャーチンは 村民への感謝を込めて、これをヘダ号と名付けた。ヘダ号は無事、ロシアのニコライエフスクまで航行し、プチャーチンたちは3年ぶりに祖国に帰還した。1856年9月に、日露友好のシンボルとなったヘダ号は、日本に返還されるが、母親戦争の局面の函館戦争で官軍に対し、使用されたのを最後に、その記録は途絶えており、行く末の詳細は、 分かっていない。戸田村では、ヘザ号の同型船であるく沢型の量産が行われ、日本の造船技術の発展に大きく寄与した。九百六十三年と九百六十六年の二度、沼津市から市町村合併の打診があったが、合併協議会の設置には至らなかった。平成の大合併においては、二千二年より、田形郡の内号町一村で合併する方針で、 検討を進めたが、住民全国アンケートでは、沼津市との合併が優勢であったために紛糾した。田形郡南部の法廷合併協議会への参加は、保留となり、2003年4月の統一地方選挙を経て、6月30日に沼津市に対し法廷合併協議会設置の要望書を提出。同年12月15日より、沼津市、戸田村合併協議会が設置され、 2004年8月30日に合併協定書に調印、県議会議決や県知事決定を経て、総務大臣告示により2005年4月1日に沼津市へ編入された。世界最大の原生節足動物である高橋ガニが、戸田の名物である。また、立花の日本最大の自生地でもある。戸田村立戸田中学校戸田村立図書館戸田村に、高等学校はなかった。 公立高校では、静岡県立豊井高等学校に進学する生徒が多く、その他には、静岡県立沼津商業高等学校、静岡県立二ら山高等学校、静岡県立主善寺工業高等学校、静岡県立田形農業高等学校、静岡県立三島北高等学校、静岡県立三島南高等学校、静岡県立八重洲水産高等学校などに、 進学する生徒もいた。私立高校では、加藤学園高等学校、日本大学三島高等学校などが多かった。武田神社宝泉寺戸田村立、造船郷土資料博物館武田神社の小物家オクス武田神社の課長図沼津市との合併後の2006年に国の重要文化財に指定された。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。 沼津市との合併後の2006年に国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。